吉田さん、ただ単に悪魔っていう名前がついただけでいじめられるんじゃないかって想像するのも、これは随分ね、貧相な考え方だなと思います。いや、そんな悪魔って名前がついたぐらいでいじめる人いないでしょうっていうふうに性善説で考えることすら人はしないってことなのかなと思いますけどね。いや、そしていじめられるにしても、いじめられるからそのいじめられる原因をなくそうっていうんじゃなくて、どんな原因があろうとも、いじめる方に問題があるって私は思いますよ。うん、まあ私ももしかしたらね、人をいじめてたかもしれないんでね。まあ、ガタイもでかいですし、声もでかいんで。それからすぐにね、ボカーンって手殴っていたようなね、そんな10代の苦い少年時代でしたから、そういう姿見たら、あいつに逆らったら殴られるなと思って、萎縮する効果を生んだんじゃないかなと思います。それもまあいじめの一部かなというふうに今振り返ってるんですけどね。だからいつも笑顔でね、丁寧に接しないといけないかなというふうに思ってますけどね。ちなみに神様の解釈ですけども、確かに神様って都合がいいんですよね。あの世紀末のデーモン小暮さんがね、我は求め訴えたりっていう本を書いていたんですよ。それが私が中学の頃に出版されて、すごく面白いなと思って読んでたんですけども、なんか世の中に悪いことがあったらすぐにね、神様はね、悪魔のせいだって言って、全然身に覚えのないことですら我々のせいにするっていうふうにデーモン小暮さん怒ってたんですよ。例えば地震が起きたとかね、飢餓が起きたとか、いや俺たちそんなことしてねえよって、あれは神様が試練っていう名前で起こしたんだろうって、なんで神様が人類に対して害を与えたら人間は、あ、神からの試練だ、乗り越えられない試練は人類に与えないはずだっていうふうに、なんかすごく好意的に解釈して、取り返しのつかないようなことが起きたら悪魔めとか言ってね、なんかすごく恨まれるみたいな。いや、いちいち人間にそんなね、悪いことするような私たちも暇人じゃないからっていうふうに言ってましたけどもね。だから神も悪魔も人間がレッテル貼ってるだけで、それとは全く別のところで神様も悪魔もなんかやってるのかもしれないなと。でも神様が都合のいいのところがね、どんなことが起きても神様は美化されて、悪魔は卑下されてね、神様に傷がつかないってことなんですよ。じゃあ戦争に行く前に、今でもそうですけども、聖書に手を掲げてね、軍隊の将軍が神のご加護っていうわけですよね。なんだこれは。なんで神様が戦争に行くときに、なんで守ってくれるんだって。戦争反対じゃねえのかみたいなね。何をやってるんだと思いますよね。まあ様々ですよ、もうその辺も。はい、じゃあまあ行ってきましょうか。じゃあ、いってらっしゃい。